アトレイユとは、アメリカ合衆国で結成された5人組、メタルコアバンド。バンド名は、ミハイル・エンデッチョの、果てしない物語の主人公、少年勇者、アトレイユから取った。アメリカでは、高い人気を誇り、リードセールズペーパーアンカーは、全米で20万枚以上を売り上げた。最新作、コングリゲーション・オブ・ザ・ダームドは、ダークな歌詞とより、ヘビなサウンドを追求し、 自らのルーツを再確認する作品となっている。アレックス・バルカッツス1998年にカリフォルニア州南部のオレンジ軍にて結成。この時のメンバーはアレックス、ダン、トラビス、ブランドン、クリスの5人だった。その直後に大トライングレコーズよりファースト EP、ビジョンズをリリース。2001年にはトライビューネルレコーズよりセカンド EP、 フラクチャーズ・イン・ザ・ハサード・オブ・ユ・アポ・スリン・ビューティーをリリース。その後、アメリカ大手のインディーズ・レーベルビクトリー・レコーズと契約、すぐにファーストアルバムのレコーディングを開始する。2002年6月4日、ファーストフルアルバム、スーサイド・ノーツ・バタフライ・キッシズをリリース。その後、ベーシストのクリスが脱退したため、マーグ・マックナイトを新メンバーに迎え入れる。そして、 セカンドアルバムのレコーディングを開始。2004年6月29日、セカンドフルアルバムザ・カーズをリリース。このアルバムは全米で30万枚以上を売り上げた。そして、アメリカ最大のヘビメタルの祭典オスフェストには2004年、2005年と2年連続で出場。また、2005年公開の大ヒット映画ミスターミセス・スミスのサウンドトラックには、 ボンジョビのカバー曲、ユーギブラブ、A バッ n ネームを、そして、Under World, Evolution のサウンドトラックには、h e a r Portrait in Black という楽曲を提供している。ワープドツアー2005では、メインステージ公演も行っている。2006年3月28日、サードフルアルバム、A です。Grip on Yes タデ u d y をリリース。全米アルバムチャートにて初登場9位を記録し、 34万枚以上を売り上げた。2007年1月23日、初のベストアルバム、ザベストオブアトレイユをリリース。その後、メジャーレーベルのハリウッドレコーズへと移籍する。そして同年8月28日には、ホースフルアルバム、リードセールズペーパーアンカーをリリース。全米アルバムチャートにて、彼らの自己最高記録となる、初登場8位を記録し、 20万枚以上を売り上げた。そして2009年10月27日、フィフスフルアルバム、Congregation of the d n e d を発売。これまでの作品よりもダークな歌詞が特徴であり、音の面でも彼らが影響を受けた80年代のヘビメタルの色が現れた作品となっている。2011年1月、ツイッター上で活動休止を発表したが、2014年9月に、 フェス出演を果たし活動再開。2015年9月、シックススフルアルバム、ロングライブを発表。アトレイユのライブ、ありがとうございます。